本日はシットアップベンチのご紹介ですね。この業務用のシットアップベンチ、在庫一台ありますんで、よろしくお願いいたします。何の種目でもやり方なんですけど、こう、チューブ使うのもてですね、これめちゃくちゃきついですよ。引っ張られるからですね、エキセントリックな動きですから、腹筋こそ止めなきゃダメですからですね、動かしててもなかなかきついですからね、これパンチを出すっていう感じで。ゴムって引っ張れば負荷が強くなるからですね。だから、あの、この状態を保つためには腹直筋が動いてるわけ、動いてるっていうか収縮しようとしてるわけですね。重力がかかりますから、 あの体を動かすんじゃなくてですね早くやらないで、まあ、ちょっと早い感じもしますけど私の好みとしては止めるのが好きなんですけどもまあ聞かせるためにはですねいろいろ動作を変えてですね、まあ、自分で探すってことですけどね聞くポジションをですね、まあ、かなりきついんですよこれ見かけによらずまあちょっと疲れてますねもう一発で利きますよこれ、えー、まあ面白いですねまあ宙づかってやってる人はいると思うんですけど。 けどねまあでも初心者の人って動かしすぎる場合がありますからね、まあ、10回やって喜ぶとか100回やって喜ぶとかですね、まあ、100回やる人はいないかもしれませんけど30回やって喜ぶとかいう人もいますからね回数とかを喜ばないで筋肉に効いたことが喜べるようになると楽しくなるんですけどねまあさらに重量ではなくて聞いたことが楽しくなると楽しくなるんですけどももちろん重量も つくことが楽しいっていうのも理解できますから、それによって筋肥大させる方法もありますよね。この腹筋マシンもこう20キロとかを持ってですね、お,お腹の上にや,やる人がいるけど、まあ、頭の後ろとか20キロ乗せるとまた負荷が変わりますからね、プレートが重たいのを持つのが好きなのかなと思ったりしますけど、まあ、まあ、それはそれ、一つのやり方ですからね、胸とかに置いてやる人もいますよね。 まあ、いろんなやり方があっていいからですね。筋トレって人自由だから。まあ、これを動画見てる人はこういうのも参考にしていただければ幸いでございますね。まあ、LB ジムっていうのを主催してますからですね。もう28年ですね。ちょっと調べてみれば、ドーハの悲劇、1993年に作ったっていうのがすごいなと思ってですね。まあ、あの頃は工事量当然やってましたけどですね。まあ、もう、 筋トレも40年ぐらいやってると、さすがにね、いろんなこと考えますからですね。まあ、これも一つの手ですね。すごくいいですね。ものすごくきついですね、これね。ちょっと腹筋も真面目に最近やろうと思ってるんですよね。このシターベンチ販売してますんで、欲しい方いらっしゃいましたらご連絡ください。